はい、皆さんこんにちは、りなです。今日はこのお店を皆さんに紹介したく、たかにも紹介したいです。俺も実はね、初めて来ました。りなさん行きつけのお茶屋さん、うん、そう、かっこいいね。ツアーとかでも行くし、あとプライベートとかでも来たりけど、お茶がすっごい美味しい、お茶がここで飲める。たかも飲んだことないぐらいの美味しいお茶が飲める自信がある。本当かね。日本人舐めないでくださいよ。いやでも本当か、ね、なかなか何も知らないから、まあ、お茶飲むことないもんね、うん、あんまりね。そうそうそう、ここにこういったセットが出してたりして、ね、和菓子とのお茶のセットだね。そう、じゃあ入りましょうか。お店の中入ってきたらすっごいいい香りするね、お茶っ葉の、ね、すごいわ。でもすごいおしゃれだよ、新しいし、こっちにも、ね、建物も作ったばかりで。こっちにもいろんな種類のお茶がありますよ。ああそうそう、これが楽しいよ。こっちにあの全種類のあるお茶のティーバッグ1個ずつ売ってる。わかりづらいと思いますので、写真と一緒に説明いたします。飲み方に種類です。まず急須ですね。お客様自身でお茶入れていただけます。茶葉は下の4種類からお選びいただけます。今、新茶の時期ですので、煎茶と新緑新茶でございます。説明以上です。お決まりになりましたら、またお声掛けください。特にその3つに分けて飲むお茶を楽しむのがここのお店の特徴で、うん、俺これにしようかな。香りが一番強そうな、うん、いいんじゃないって書いてあるし、うん、渋みもないから。でも今はあの新茶のシーズンだよ、うん、あそんなに新茶がプレミアムなの。いやそれは今できたばかりの葉っぱって感じでしょ。だいたいあれじゃない、若い子ってそんな味いい味出さないね。違うよ、ベテランの方がいい味出すよ。たかは何も知らないって感じだね。お茶について、いただく際の注意点として温度が低いのでお茶に色が出づらくなってます。注いでいただいた時に自分の持ってるお茶の色よりもだいぶ薄いものが出るので結構びっくりされて急須打ったりするお客さんがいらっしゃるんですけど、そうしてしまうと苦味とか渋みの原因になってしまいますので、レナの方はなんか急須が違うのね。そうですね、種類が。はい、ありがとうございます。ピクルス来ました、美味しそう。いただきます。匂いが本当にすっごいあの緑の新茶でしょ、うん、本当に葉っぱを食べてるみたいなフレッシュさがあるよ。あ、ちょっとタカのお茶を貸して。はい、絶対に味違うと思う、はい、同じ煎茶なのに。全然違う、タカの初めての経験だと思うよ、本当に、うん、本当だ。なんか茶葉をこうちゃんと食べてる感じ。ちゃんとお茶を入れたのも初めてだし、あ美味しいわこれは。だからなかなか日本人でも毎日ペットボトルのお茶とか、うん、いやもうこれ飲んだらペットボトルのお茶飲めなくなるね。いや全然違う、香りのすごいよね、柔らかさというかね、来ないとこれは来た方がいいわ、ね、日本人、特に日本人いやもう誰でもみんなお茶を知ってると思ってるけど知ってないと思うそう、本当は知らない。美味しい。ちょっとそのままレナの方もいただくよ、新茶、うん、全然違うよ。全然ちゃうやん、すごい濃いでしょ、うん、こっちのが渋みも強いし、あ私はこれが大好き、味が強い。こっちは本当に1煎目と2煎目で入れ方違うので、1煎目と2煎目は先ほどよりも高めの温度でお飲みいただきます、はい、あとちょっとだけ待っていただいたら大丈夫だと思います。こちらの半分くらいでいただいて、はい、半分落ちるまでお待ちください。では、投入。1
ち茶の特徴として線が効くって言うんですけど、寒暖差が大きいところで育てているので葉が肉厚で味が長持ちするというのが特徴になってます。へ、はい、2煎目はちょっとやり方が違うって見たでしょ、うん、でちょっとお湯を冷まして入れて、さっきより色濃くなった気がする ね色が茶葉が開いてるからかな、うん、さっきと味が変わったけど、どう変わったかはすごい言いにくい。ちょっと苦くなった。さっきは全部の甘みが入ってたって感じ。うん、その葉っぱをのにょにょにょ食べてるみたいな感じだったけど、うん、今はより甘さがないけど苦さが出てくるから、このステップで今和菓子を食べるべきだよ。和菓子は一煎目で食べない方がいいよって言われてる。だからそれは茶道と違う。さっきよりだいぶ色が変わってる。ああ、そうそうそう。さっきの色ここに載せておきますね。今の色ここに載せておきますね。いいこんだけ色が違います。これ生クリームが入ってるけど、お茶でできてるよ。いただきます。何？うまい。うまい。うん。生クリーム美味しい。じゃあ、3煎目の作り方を説明すると、ちょっと多かったかも。欲張ったね。欲張るとこないです。すぐにここに入れて、でもすぐ移すって言ったね。すぐにこっちに。多かったからちょっと気をつけたきゃいけないね。これ3煎目以降、4煎目もね、5煎目も飲めるんだって。そう、味がどんどん変化していくからそれを楽しめるんだって、うん、うわ、またより緑緑しくなってきたんじゃない？うん、それはまたなんかあれ、ね、温度が上がったから。3杯目の色、また味も変わるのかな。味も変わると思うよ。なんかこれがそれペットボトルのお茶みたいなのがすごい飲みやすい。これ全然味違うよ、ね、本当に一番最初が一番パンチがあって渋みもあって、で2杯目ちょっと渋み増したけど、3杯目本当にクリアな味になってたね。うん、そう。で今は和菓子と一緒に楽しむタイミング。これ、ね、それ何？もちもち、これが新茶の饅頭だから、周りも新茶でできてる、中も新茶のあんこみたいなのができてる。すっごいもちもち感があるこれ。これ絶対レナの両親連れてきたら喜ぶね、うん、この和菓子もさ喜ぶしさ、お茶も大好きじゃん。レナの両親のお家行くといろんな種類のお茶、それこそ玉露とかね、高級のお茶も置いてるし、うん、大好きだから、次名古屋来た時にここに連れてくると絶対喜ぶと思う。今までいろんな外国人の旅行者とかこっちに連れて行った時にみんな喜んでたよ、うん、なんか簡単だしめちゃめちゃ高くもないし、うん、これステップバイステップ味の変化を楽しめるのがめちゃめちゃ思い出に残る経験だと思う。あと何がいいかってさ、自分でこう入れられるからさ、ああ、ね、この一つの文化体験になるよね。そう、今思ったけどこの葉っぱとタカの葉っぱこっち全然違うよ、うん、見て、本当だ、ね、高級さが分かるよ。ああ、こっちこれが高級って感じ。全然違うね、本当に、うん、何これ、新茶と新茶じゃない違いなのか、そもそも葉っぱの種類が違うのか、分かんないね。高級のお茶は小さい葉っぱを取る。で、安ければ安いほど大きい葉っぱとかもステムとかも入ってたりするから。でもあれ、だからビギナーティーみたいな感じだよ。何？誰でも美味しいというお茶だよ。喧嘩売ってる？全く。でも確かに全然違うね。面白いね。こんだけ違うと。だから私のゲストとかはこのお茶を出してるよ。みんなすごい美味しいって言ってくれるよ。ああ。もうレナレベルになるとこれじゃまずくできないから、こっちを飲まなきゃいけないってことね。わかりました。No! アンチコメント待ってます。No! No!ちょっとここのピクルス食べてみますか。うん、何しようかな。さつまいも、里芋で違う、パプリカ、逆かもしれない。これあれだね、里芋だね。ぬめっとしてるから。パプリカ絶対に美味しいよ。はい、結構酸っぱいピクルス。ちょうどいい酸味かも。なんかお茶と合わせて、お芋美味しい。意外に合う。美味しいよね。美味しい。
ここにしかないと思うよ、このお店。ピクルスとお茶合わせて食べるってなかなかないもんね。ないと思う、美味しいよ。これさ、ちょうどさ、デートとかにすごいよくない？ゆっくり時間過ごしながらお茶を3杯4杯飲んでさ。これは何だと思ってたの？これはデートだよ。これ夫婦の間でこっちに来て、これはデートだよ。これ YouTube の撮影というお仕事。これ本当にいいと思う。若い人もそうだし、ちょっと年配の方もそうだし。で、最後のステップにこの玄米を入れてお茶を作るんだけど、これ玄米初めて見たかもしれない。こういう形で食べてみて。食べれるのこれ？食べれる。大丈夫？うん、大丈夫だよ。うわ、スモーキー、香ばしい。で、こっちに入れて、入れてしまって、ちょうど最後の一杯に足りて、こっちに入れて10秒待つ。で、10秒待つ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、どうぞ。これは早すぎると味が変わらないよ。はい、はい、もういいんじゃない？10秒。ゆっくりじゃないと味が入ってこないよ。色はあんま変わらないんだね、さっき玄米入れても。味が変わったのかな。すごいあのスモーキーな感じはするよ。もう全然グリーンティーの味はしないよ。本当だ、ね、玄米茶だ。本当だ、別物だね。なんか締めにいいね。そう、味がめちゃくちゃ変わるから。これはこの店の特徴だよ、うん、だから最後に薄くなるのが悲しいから、最後にこうパンチで終わらせたいから、うん、この玄米茶を考えたらしい、うん、ストーリーもいいね、うん、美味しかったでしょ？最高でした、お茶屋さん。そう、私は、うん、待つ価値あるって言ってたでしょ、ね、1時間半待ったけど。そう、全然待つ価値あり。そう、すごい、ずっとお客さん入ってるから。そうだ、ね、次々と人が来たし。ちなみに場所はね、ここ5時になったし、遠藤寺商店街の入り口、すぐ入り口。そう、建物も作ったばかりで、すごい新しいけど、ね、いいね、中のあれ、昔ながらのキーのフレームとかがすごい、うん、名前は何だったっけ？見る目、こっちに見る目、チャノベーションって書いてあるよ。チャノベーション見る目。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。皆さん見る目にも来てくださいね。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。